ゴルフネット TV をご覧の皆様プロゴルファーの細川和彦です今回はいろんなアイアンの打ち方についてレッスンしたいと思います バンテカの距離感が本当一番悩んで悩むっていうか難しいよくプロのこう試合とか見ててもよくコメントでインタビューのコメントで今日一日距離感がアイアンの距離感が合わなかったっていうのはあると思うんですけどそれが一番そのバンテカの距離感のことを言ってると思うんですよねだからそれに対して練習方法は難しいんですけどもやっぱそのボールの状況状況判断によってバンテを選ぶことが一番重要ですね。 まあふまあ、振り幅もあるんですけどあとはこうフェースを開いてスライス打って飛ばないスライス打ったりフェースをかぶして飛ぶフェードボール打ったり開いてフック打ったりかぶしてフック打ったり、まあ、それも4通りありあますねだからその中で、まあ、練習方法としてはもうコースあの練習コースに行ってるような感じで練習場でピンに対して手前目に打ったりオーバーさせたり1本のクラブで 4通りからますでまずストレートボールはもう普通にこうボールを真ん中にして構えて、まあ、普通にこう上げて下ろすこれがストレートボールあと飛ばないスライスボールっていうのはこうフェースを開いた分若干ボールを左寄りにしてであとはもう軌道は一緒ですねであと気持ちこうアウサイドイン気味上から打つようなイメージで。 フェースを開いてそのまま変えないでフェースを開いてボールを上げて飛ばないスライスボール。よく言うパワーフェードですね。してボールは真ん中で 被して体とこう切って体と手を切りながら力強いフェードボール今のがよくいう,こうパワーフェードですねあとフックボールはひあのフェースを開いてボールを若干右目にします でインサイドアウト気味に打ってドローボールこれが飛ばないドローボールかぶるトのドローボールも若干ボールを右目に置いてこれもインサイドアウトですねインサイドアウトに打って 飛ぶ力強いドローボール簡単に言うとゴッドオリーですかねそれをこう練習するのは難しいですけどもいろいろやってみてください。基本的にハーフショットっていうのは自分,自分のイメージだと自分はこう肩で上げるイメージ。アアマチュアとか あの手打ちの人はヘッドが先行する人が多いんですけどねヘッドが先行するとトップがこう大きくなっちゃったりするんで自分はなるべく意識してこの三角形を崩さずテイクバックするようにして苦しくなったとこが自分のトップハウスショットのハウススイングのトップだと思って練習してますここに上げたらここまで振るこれがハウスショットですねここまで上げたらここまで振る一回打ってみます あとはハウショットでもこうダウンスイングで打ちに行かないってことがまず重要ですね。林からこう脱出したい低く打ちたい時にボールを右目に置いて小さいトップでもいいんでこれでもこれでもハウスイングと一緒なんでこういう感じでも小さいトップで小さいフォローでコンパクトにあの体の動きと手の動きを一緒にしてなるべくボールをの フェースの芯に当たるようにミート率を上げて打つっていうのが一つの練習方法です。まあ、一番重要なのは左左手手でですよね左手でしっかり抑える大体の人が右利きなんで右手の方が強くなっちゃうとフェースがこう返ったり開いたりしやすくなるんで,で左手がが弱いいんんでで抜ける人が多いんですよね自分は逆に左利きなんで左一本でもこうやって止まるようなイメージでこれがパンチショットとハウスショットの 同じようななフフォローフィニッシュになると思います。だら右手を使っちゃうとこう帰りやすい抜けやすいっていうのが原因だと思うんでなるべく左,肘をあの左手でしっかり持って右手は添えとくだけで左手リードでフォローするこういうイメージですね。これだけがハウススイングとなんかちょっとこうパンチショット気味の。 スイングになると思うんですけど一つの練習方法としてはこうハウススイングで打った後右手を離すインパクトした後に右手を離して左手で止めるこれも一つの練習方法でこれをやると勝手にヘッドが走ってくれるんですよね右手を使っちゃうとこうブレーキしちゃうんでトップ行ったらこうやって離すトップ行ったらこうやって離す。 このぐらいいのの右手のゆとりが欲しいですね柔らかさが欲しい,そういうこういう打ち方も一つ練習方法だと思いますスイングのチェックポイントよく言うその人のスイングのオンプレーンですねそれを自分はどういうふうにチェックしているかなんですけども自分は一番気にしているのはテイクバックした時のこの肩の肩に対してシャフトが。 ちゃんとと上上ががっっててるるかかでですすねね斜めに上がってるかこれだと外です、ね、肩から外れちゃってるんで外これだと肩,肩より下に来てるんでフラットすぎるフラットっていうことはこうヘッドあのフェースが横になりすぎですねで、ま、肩の前だと被りすぎちょうど肩のラインに上がって降りてきた時も同じとこ肩の右肩のラインに降りてくるのがオンプレーンでそのまま降りてインパクトしますでフォローに来た時に左肩からシャフトが出てれば オンンプレーン左肩より下から来てるとフェースがかぶってるんでフックですねで肩より前に来てるとフェースが開いてるんでスライスだから右肩右肩に上げてトップ行って右肩に下りてインパクトしますでねでそのままフィニッシュするとその人のスイングになるんですけども右肩に上げて 左肩から出てくるようにこれだけ注意してやるのがその人の人スイングのプンン作りだと思いますインサイドに上がってこう外から来てアウトサイドインの軌道でスライスする人もいるし外に上がってインから降りて開いてスライスする人もいるんですけども自分は意識的に自分の耳自分の右耳に上げて左耳に振るのを意識してるんでその場でこう軸が一軸になるんで。 それだけをこの軸が一緒になるようにこうやって振れれば一番ベストです。そしたら体も動いてないんでコンパクトに動いてると思うんでこうこういう揺さぶりただの横揺れで振ってるのは良くないですねその一軸で右,右耳に上げて左耳に振ってくるこれを意識して自分はスイングしてます。ブロックのきつい人も一緒ですよねやっぱこう 上上げげるるとこがバラバララなんで外,から外にててインから来てる逆にインから来て外から来てるっていうのもあるんですけどもインから来ると大体こう右肩が下がってそのまま打つとフェースが返りやすいそれでフックする,する人がいると思うんであとはアドレスした時にこうなるべく右肩を変えないこの位置を変えないでインパクトまでするフォローまで持っていくっていうのがまずそのフックのする人の重要なポイントですね。 右肩をこう下げない下下下がががるると手も下がるんでクラブが下から来ます下から来るとインサイドアウトになってフェースが返ってフックしやすいアドレスして下右肩を変えないでスイングするというのが一つの重要なポイントですね。